キャベツ。キャベツ、古くは、キャベジ、英語、キャベツ、ブラシカオレラシアバリエーション、キャピートタ、アブラナカアブラナ族の多年層。野菜として広く利用され、栽培上は一年生植物として扱われる。名前は英語に由来するが、さらにその語源はフランス語のキャボーシュ、トウから別名の観覧は中国語名の観覧、ガンランから。 玉名は結球する性質に由来する。キャベツは結球、丸く玉になる性質のイメージが強いが、結球する品種としないものがある。また、同じ原種に由来するケール、カリフラワー、カイラン、メキャベツ、コールラビ、ブロッコリーなどと同様に長い品種改良の過程を経ているため、多くの品種がある。ビタミン C、ビタミン U を豊富に含む。 キャベツに限らず結球する野菜は、葉の成長ホルモン、オーキシンが裏側に偏ることで、その形態をとる。一般に流通しているグリーンキャベツの場合、概要が18から21枚になってから結球が、開始し、幼女に従いら線状に形状を包む。結球時、茎はほとんど伸長せず、短縮形となる。断面を見ると、中心に近い葉ほど内側を向いている。 これは、外側が先に育ち、内側はその後から出発して、次第に混んでくるためである。消費者が店頭でキャベツを選ぶ際に、大きさではなく重さで選ぶことが多いのは、こうした理由による。古代より、イベリア人が利用していた原種が、ケルト人に伝わり、ヨーロッパ中に広まったとされる。当時は、野菜より薬草として用いられ、古代、ギリシャや古代ローマでは、 胃腸の調子を整え健康食として食されていた。アテネのエウデモスが書いた牧場論に最初のキャベツの記述が見られる。初期の栽培品種にはブロッコリーのような茎があったが、ローマ時代に改良が進み、茎はなくなり大型化していった。その後、9世紀頃に野菜としての栽培が広まった。現在日本で普及しているものは12世紀から13世紀のイタリアで、 品種改良されたものが起源とみられる。18世紀にアメリカ合衆国へ渡ると、より肉厚で柔らかく改良が進んだ。幕末の1850年代に伝わり、明治にかけて外国人居留地用として栽培されたが、一般の日本人が口にすることはなかった。1874年、明治7年、内務省官業料が後のみ退駆手場で、 欧米から取り寄せた種子で栽培試験を行ったのが本格的な生産の始まりとされる。試験地は北海道に移され北海道開拓市が発行した西洋素材栽培法にキャベージの名で記載された。1893年、明治26年には外国人必勝客のために長野県北作郡軽井沢町で栽培が始まった。また、1945年、 昭和20年頃まで一般的に観覧と呼ばれていた。大正時代に品種改良が進められ寒冷地に適することから栽培は北海道のほか東北地方や長野県で拡大した。需要は養殖を取る人が限られた太平洋戦争前にはそれほど普及しなかった。戦後、食料増産と食の洋風化が相まって生産量は 急激に増加し、1980年代には、大根と並ぶ生産量となった。これ以前にも、江戸時代前期に、オランダから持ち込まれ、一部で栽培されていたとみられる。貝原駅券が1709年、宝永6年に出版した、山と本草には、オランダなくれない、エビススズナとして、葉大きくて絵がなく白っぽい。花は大根に似る。美味しい。 三年で花が咲き、株の仲間であると紹介されている。しかし食用として広まることはなく、むしろ鑑賞用として、ハボタンを生むこととなった。また、ハボタンが、ケールの品種であることから、トライしたのはキャベツではなく、ケールだったと考えられる。世界中で多様な品種が利用されている。例えば、ラルース料理百科事典には、60種を超える品種の記載があるという。 日本でも、用途、栽培時期、栽培地、病害抵抗性などの異なる数多くの品種が栽培されている。葉が柔らかく癖のない味なので、様々な料理に使われる野菜である。また、茎に生える小さな液芽も本体同様に食用となる。硬い芯も細かく刻み加熱するなどすれば食べることができ、米飯の代用品が商品化されている。 日本での統計は1910年頃から生産が急速に伸びたのは1960年から1965年頃。本来の春は原産地の気候、地中海性気候から陶器と考えられる。しかし、日本では栽培地の標高や井戸で出荷時期が異なる。さらに現代に至る品種改良の結果、年間を通して出荷可能となっているので、 特定の旬が存在しない。日本では出荷時期によって、冬キャベツ、11から3月。作付け、出荷ともに、最多で、玉がしまった、平たい形が特徴。夏秋キャベツ、7から10月。冷涼地で栽培され、高原キャベツとも、春キャベツ、4から6月。生産量は少なめだが人気が高く、均衡栽培中心。新キャベツとも、 に分類されている。キャベツは収穫時期により特定の産地へ生産が集中してきている。おおよそであるが、冬キャベツは愛知県、厚見半島などが中心で、夏秋キャベツは群馬県妻ま井村など、北海道、長野県など、春キャベツは千葉県、銚子市など、神奈川県、三浦市などを、茨城県、行方市などが主体となっている。 冬キャベツの場合、8月頃に種をまき、12月から4月にかけて収穫される。他の油中の野菜にも当てはまることが多いが、栽培されるのは固定品種ではなく、一大雑種が大半である。また、北海道のワッサム町では、秋のキャベツを雪の中で寝かせ糖度を増した、越冬野菜の越冬キャベツが有名である。なお、冬キャベツは繊維質が多く、 肉厚で硬いので生食や炒め物には向かず、蒸したり煮込んだりする調理法が適する。モンシロチョウ、アオムシなどの格好の餌になるため、食害、食行が問題となる。無農薬栽培の手法として、キャベツのうねごとに蝶類の侵入を許さないようネットを張る手法も取られるが、手間がかかることもあり、販売価は通常のキャベツの倍近くになる。 家庭菜園の場合は、秋巻き栽培にすると農薬の使用量を抑えやすい。例外、異常低温、日照不足、台風、大雪などにより、野菜が不作で供給不足となり、価格が高騰する場合がある。2004年、平成16年は、本州などに多数の台風が上陸、キャベツの販売価格、約300円、キログラムが例年の2から4倍となった。 ちなみに、同年のレタスは1000円、キログラムを超えた。農業に限らず漁業などにおいても言えることだが、天候など予測しにくい要素によって、生産量が左右されることは、生産者の頭を悩ませる課題である。不作は、もちろんのこと、大豊作によっても発送したり、梱包材、段ボールを購入する代金も出ないほど、卸売価格が下落してしまうことがある。 方策により、市場卸売価格に相当な下落が見込まれる場合、農協から農林水産省へ届け出を行い、緊急需給調整、市場隔離一般には生産調整と称されるとして、各農家に出荷を抑える用意される。これに協力して廃棄する場合には、大規模な生産農家に限り交付金、2008年は32円、キログラム半分が農家による積立金。 半分が税金が支給される。秋になると生産過剰となった年には、愛知県東三河地方、厚見半島など、や群馬県、つまごい村などで生産調整によって廃棄される、キャベツの映像が報道される。大根や白菜においても、同様の生産調整がなされているが、キャベツに関する報道が、のきなみ有名である。そのキャベツは、畑の肥料として、 トラクターで土と一緒に工期することが差は。一方で、中華人民共和国からの輸入が、2010年、平成22年時点で3から6%程度、行われている。英語で、キャベジェヘッド、キャベツ等は、石頭の良い、ドイツ方面のキャベツの硬さから。またクラウト、クラウトといえば、無別的に、ドイツ人のことを指す、ザワークラウトからの連想。 ドイツ野郎。一方、ドイツ語ではキャベツをコール、コールというが、これはドイツ人の名字にもなっている。例えば、ドイツ連邦共和国元首相のヘルムート・コールなどが挙げられる。またコール、コールは、スラングで、低能、バカという意味もある。オランダ語では、キャベツ、石炭ともに、クールである。つまり、ドイツ語のコールコラ、英語のコールは、同語源である。 カチカチに硬いのが共通点である。フランスではキャベツを衆と言い,い、愛情表現として、モン文モンは英語の前に相当と男女が呼び合ったり、子供に対して言ったりする。南ヨーロッパではキャベツはブドウの天敵とされ、ブドウ畑の近くにはキャベツを植えない。ミツバチを介してキャベツの匂いがブドウに移るのを防ぐためと言われている。同様の理由で、 養蜂家は、キャベツ畑の周りには巣箱を置かない。また、ギリシャ神話には、出身ディオニュソスとトラキアのオーリクルゴスにまつわるキャベツの起源伝説がある。作曲家、クロード・ドビュッシーは、娘クロード・エンマ・ドビュッシーをシュー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 、キャベツちゃんと呼んで、可愛がり、マナ娘のために、子供の両にや、おもちゃ箱取った作品を生んだ。1982年、 昭和57年、アメリカにて、キャベツ人形、キャベツ畑人形ともが、ガングメーカーのコレコによって量産化され、大ブームを巻き起こした。この人形は、量産前の製作者が幼い頃、キャベツから生まれたと聞かされていたため、キャベツから子供が生まれるというモチーフをもとに作成されている。キャベツが属する、油中の野菜には、ガン予防効果があると言われており、 油中のイソチオシアネートの効果とも言われている。かつてデザイナーフーズ計画のピラミッドで一群に属しており、肝臓と共に最上位に属するニンニクに次いで高いがん予防効果のある食材であると位置づけられていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。